本州とかだともう桜咲くんじゃないかなみたいな季節になりましたけれども、北海道やっぱりまだですよね。薩内川っていうね川がそこにあるんですけど、散歩がてら歩いて行ってみましょう。ちょっと見えにくいけど向こうの方にね日高山脈が映ってるんですよ。見えねえかな、ほらこの辺山見えるでしょ。日高山脈です。雄大ですね。電線が邪魔だけどずっとこう広がっていくわけですよ、山脈が。いやいいっすね、穏やかで水もかなり綺麗ですね。見えないかもしれないけど、伝わるか分かんないけど、それなりに清流であることが分かるんじゃないかな。あったかいのはあったかいんだけれども、まだまだ雪残ってるし、やはり4月の下旬ぐらいですかね桜は。さて報告が遅れてしまったんですけど、先日ね大阪に行きまして、まあ、イベントというか公演があったわけですけれども、そこでねまたいろいろいただきました。お菓子とかねもう食べちゃったものが結構あるんですけど、まあこういうの手元に残ってるものであれば、こういうねビリケンっていうんだっけ、幸運の神様フリービリケンとかね、あとはこういったイラストとかもいただきましたね。こうさりげなくこうあのうーんとかね、このポテトうーんとかスパうーんとかが出てます。こちらにはね絵を描いていただいたと思うんですけど、これなんかねこうカズヤってよく見ると書いてあるんですよ。見えるかな、ここにね、ここにカズヤと書いてあるんですよ。マスクですね。マスク、もう花粉症の時期にマスクってね、あ花粉症っつってもね北海道花粉症ないんですよ。いやあるにはあるんだけど、杉あんまりないっていうかね。お怪しい。そしてねこれですよ光ってて何も映んねえな。ちょっとアップにしようか。はい、これブルーアイズホワイトドラゴン、多分ね買ったら結構高いと思います。これをねいただいてしまったと。遊戯王 5Ds の主人公不動雄星がカードは拾ったなんていうね、そんなシーンありましたけれども、僕はもうカードをもらったみたいな感じですね。これ早速ねモリンフェンじゃなかったブルーアイズデッキに入れておくことにしましょう。毎回ねこれねデッキ2つぐらい持ってってるんだけどね使う機会がないんですよ正直ね。あと他にもねまあお菓子とかあと時計とかねいろいろいただきまして、本当にありがたいなというふうに思います。今後はですねまた来月4月には東京でイベントがありますし、それ以降も5月はね兵庫とかあとなんかいろいろ行きます。決まり次第というか、なんか告知のビラみたいなものができたら、まあ、このチャンネルとか、メインチャンネルでも告知するようにしますので、まあ、お近くの方は来ていただければというふうに思います。そんなわけでどうもありがとうございました。